全国の百貨店で外国人観光客が買い物をした際の売り上げが2年2ヶ月ぶりにマイナスとなりました日本百貨店協会によりますと1月の全国の百貨店の売り上げは合わせておよそ4927億円で前の年の同じ月と比べて2.9%減少し3ヶ月連続のマイナスでした 中でも増加傾向にあった外国人観光客による売上が263億円と7.7%減少し、2年2ヶ月ぶりのマイナスとなりました。中国で景気が減速したことに加え、電子商取引法の成立で転売の規制が厳しくなり、日本を訪れるいわゆる爆買客が減ったことなどが背景にあるとみられます。